皆さんはまか夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は8月15日、誕生花はモントブレチアです。モントブレチアには健常の美、陽気といった花言葉があります。夏にオレンジ色や赤色、黄色の花を咲かせます。お花の名前はフランスの植物学者コクベールド・モンブレの名前から作られたのではないかと言われています。昔は俗名がモントブレチアだった名残で、今もこのように呼ばれるようですが、今は俗名はアヤメ科クロコスミア属の球根植物です。乾燥したお花をお湯に浸すとサフランのような香りがすると言われているため、ギリシア語でサフランの香りといった意味で俗名のクロコスミアは作られたそうです。和名ではヒメヒオウギズイセンと呼ばれます。花言葉のお花の色とうつむいた様子が控えめに見えるため作られたのではないかと言われています。とっても生命力が強くて簡単に増えるお花です。お手入れもあまりいらないので、何か育ててみたいなと思われている方はいらっしゃいましたら、ぜひ挑戦してみてください。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えくださいね。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日を過ごしくださいね。いってらっしゃい。